じゃあ、お願いします。あっちゃん、はい、お前はおにぎりせんべい、おにぎりせんべいって言うから、はい、俺コメント欄におにぎりせんべいがどうのこうのよかったでしょ。僕もあれがおにぎりせんべい買って食べるたびに豊かさやもんって食べてまうんですよ。海苔みたいでまた今日もいいのね、わざとです。ここが似てんのや、脱いだらあかんって脱いだら。そうか、はい、いやいや、おにぎりせんべいじゃないや、あの交流戦、はい、ね、振り返って、まあオリックスが優勝という、ね、もう予想してた。僕の動画見てくれてません。僕はオリックスが来るかもわからへんって、うん、ソフトバンクは危ないんちゃうかと。ああ、それは俺も一緒。オリックス3位にしてたから、阪神2位にして、で1位がロッテだったんだけど、うん、ちょっとポシャったな。でも今年は一つですけど、まあ、セ・リーグは勝ち越したと。まあそうやな、一つですよ。でも、ああ、でもまあ広島がね、うん、だいぶ借金作ったじゃないですか、うん、でその考えたら今年はセ・リーグ頑張った大きな理由は何だと思います、三田さん。やっぱ DeNA と中日でしょ。まあ、そうなんですけど、やっぱ僕ね、それはそうなんですよ、うん、そりゃそうだな。やっぱ去年も毎年この交流戦で、まあ、セ・リーグ弱い弱いと、うん、で去年の日本シリーズでもね、うん、4連敗して、一昨年も4連敗してね、今年も相当やっぱセ・リーグの選手も、まあ、当然首脳陣やスコアラーがね、今年は相当準備してパ・リーグの投手に対して、パ・リーグの野球に対してこうするんだっていうことがね、すごくこう、そういう思いが強かったと思うんですよ。思いません、うん、でホームランが出たでしょ、今年。まあ出たな。出ましたよ。まあ、と言われてる、横浜はもう、オースティンが帰ってきて、うん、途中からでも十何本でしょ。いや、それで、交流戦でチームで24本打ってる、ね。そうそうそう、うん。で、だから中心が打ち出すと、やっぱり、大和なんていうのもね、うん、いいとこでポコポコって出だすし。大和が、こう、6割ぐらい打った。で決勝だとかサヨナラとかも2本ぐらいしましたよね。得点圏の打率が半端なくいいんだよ。だからランナーおれへん時全く打たへんのに、いたら打つ。でもさ、俺大和の打席を注目してたんだよ。そしたらランナーがいない時は引っ張るんだよな、餌撒いてるんだよ。でランナーがいると流すんだよ。基本的に大和は引っ張りですよ。うん、引っ張りでしょ。引っ張りなんですあいつは。でもやっぱチャンスの時は何とか返そうとするから、引きつけて反対方向狙ってる。中間とかね、うん、だからやっぱ打つ理由がちゃんとあるな。だから前回も宇田川さんとこれ話してる時に、今シーズンタイガースの梅田の得点圏めちゃくちゃ高いと、うん、ほとんどセンターから右のヒットでしょ。そうそうそう。で最近ちょっと力んでるから引っ張りにかかってるからちょっと痛くなってますけど、やっぱそういう気持ちの方がやっぱりチャンスになるといい結果が出るということですね。まあそうそうだな。まあ、オリックスが優勝したけどさ、はい、MVP って誰考える？僕ね、僕はどうしてもそのもちろん山本というすごい選手はいるんですけど、うん、僕はどうしても野手は見てまうんですけど、うん、僕は福田にやりたいと思うんですよ。みんな一緒やな。いや、あのね、ああ、彼の打席の中の姿勢、やっぱ食らいついていく、ボールから逃げないっていう風な、ああいう一番バッターがね、しっかり固定されてから乗ってるんですか。いや、PL やなと思って。PL 魂やな。彼は広陵明治やから。そうやな、バリバリやな。あれはなんか出てるじゃないですか、うん、絶対こうやって逃げるでしょ、うん、ほんでもう へばりついてね、うん、こうピッチも投げにくいと思うんですよ。ほんでファールファール粘って江戸でカチンと打つじゃないですか。ああいう風な姿がなんかやっぱり2番とか後ろのバッターもしくはベンチにも浸透してきたんちゃうかなと思いますね。いやだから T 岡田、はい、杉本、はい、吉田正尚、はい、これは確かに活躍したよね。吉田と杉本っていうのはもちろん、うん、T っていうのはね、どっちかというと勝負弱かったですよ、うん、でも最後栗林からヒット打ったりね、ええとこでポコンとホームラン打ったり、そうそうそう、ちょっと T もね、なんかやっとこう一回めくれてきたっていう風な感じしますね、うん、でそこを引き出したのが俺も福田だと思うんだよ、うん、だって出塁率が5割あるんだよ。で得点圏打率が5割8分3厘あるんだよ。だ簡単にね、アウトにならないでしょ、うん、そうそう。宇田川さんも同じ左バッターじゃない、うん、ああいうタイプだったけど、まあいいですよね、ああいう選手。いや、いいよ。だああいう選手を評価してあげなきゃいけないですね。そうそう。だから俺も、MVP は福田だと思う。で、宗もよくつないだよね、よく頑張り、彼も今持ちながらね、うん、いい時と悪い時の差が激しかったタイプですよ。うん、でもやっとようやく、やっぱある程度使われだして、うん、いいとこ出てきましたよね、うん、ほんでその紅林、うん、あの阪神3連戦に限ったら彼がめちゃくちゃ打ったんですよ。本当だよな。だそういう選手がいるときって強いですよね。強い。だから日替わりヒーローっていうかさ、そういうものが現れたよね。ほんでやっぱりね、ちょっとキャッチャーがあそこはまあ、
伏見と頓宮と、若月、まあ、3人いてね、これ言い方悪いけど監督によったら使うキャッチャー変わってくると思うんですよ。ちょっとねここに来て伏見トライ、うん、お父さんラグビーされたらしいですね。トライ知らないんでしょ。違う、まあ、トライっていう、だいたいラグビーされてるあの子供はトライとかタクルっていう名前をつけるんですよ。あラグビー好きやからね、まあ、彼がやっとトライ決めたみたいな感じですよ。何の話や。いやいや、でも中島監督もうまく使ってるよな。でもやっぱりね、二軍監督されたってやっぱいいんですかね。やっぱいいんだよ、やっぱよく知ってるわ性格も。でね、今までまあずっとある程度平等にまあチャンスがあったであろう中川とかね、 PL の後輩ですけど、太田っていうのがちょっと最近出るうまくなくなってきたじゃないですか。紅林になってきたわけじゃないですか、うん、で足立をね、やっぱりあんまり紅林がいない時もセガの守らしたりして、紅林これから使っていくんだなっていうふうなものを感じますよね。感じるな。でもオリックスが、まあ、優勝して、はい、他にあの目立った選手交流戦で、でもじゃあまあその今のね、やっぱオリックスのピッチャー、まだオリックス行く。いやオリックスのやっぱピッチャーってやっぱ左が3枚いるんですよ。知ってるよ。知ってるよじゃないんですよ。だからそこはそうだなでいいんですよ。そうだ、そういう人いるでしょ。うんうん、知ってるよっていう人いるでしょ。それよくないです、そういう方は。分かったよ。その何、左がいい。いや、左3枚、右3枚っていうね、なかなかそういう風なローテーション6人いるチームいないんじゃないですか。まあ、なかなかな。でしょ、うん、ほんでやっぱみんな安定感というか、力ありますよね。力ある。ほんでベテラン増井も頑張ったですよ。うんね、いや増井が良かったね。頑張った。ちょっとあの、うん、去年ねくたびれてきたかなっていうのはありましたけど、今年ちょっと頑張ってますよね。頑張ってる、頑張ってる。交流戦では頑張ったよ。このオリックスはこれからね、うん、あのリーグの戦始まっても上行くにはやっぱり抑えなんか補強するとかいう話も出てますけど、リクソンも来れないからね。そう、まあまあ、あの楽しみと思うんですよ、うん、他はもっと楽天が行くのかなと思ったら行けなかったっていう。そうなんだ。そのソフトバンクにしても他のチームにしても決め手に欠ける中ね、うん、あれだけの戦力補強をしながらもう一つこうバッと突き抜けないですよね。それは突き抜けると思った理由は何だった。いや僕も優勝はソフトバンクにしてるんですけどね、うん、やっぱりあの戦力見たらもうちょっと突き抜け、その中でまあそれ野手の戦力なのかピッチャーの戦力なのかどっち。まあピッチャーはね、うん、田中マークと早川が入ってるわけじゃないですか。で野手ももう去年から ある程度その補強してですよ、まあ、今年辰巳が良くなってる、ね、ルイワ選手が良くなってる中でもうちょっと行くんじゃないかなと思ったけど、いまいち行ききれないと、うん、まあ昨年みたいに浅村がそんなボコボコホームラン打ってるわけじゃないというところもあるしね。だからまあ小深田だって去年みたいな率が高くないって。ただ交流戦に限っては良かったよな小深田は。まあね、6月入って4割打ってるからよう見てますね。見てる見てる。でもその割になかなかもうちょっととは機能しなかったでしょ、うん、いやだから返さなかったっていうかさ、返せなかったというかさ、うん、でも交流戦終わった時点でオリックスのピッチャーと楽天のピッチャーってどっちで、だからまあ涌井がいたりね、うん、それはまああの岸が、まあ、はい、それは揃ってますよ、うん、だから今の言い方やったら楽天の方がいいわけでしょ。いやどっちがいいと思う、あっちゃん。いや僕オリックスが今の状態はいいと思いますよ。いや俺もいいと思うんだ、はい、だからオリックスが俺、まあ、後半戦1回はトップに立つんじゃないかって思ってるんだよ。でもねそういう期待をしすぎるとちょっとこけるタイプなんですよ。それは関西人として分かるんですよ。ここであんまり大きな期待を持っちゃいけない。3位ぐらいでこう接戦してるとピュッと1個も分かるんですよ。1回バッといってしまうと思ったらガンとなるから。じゃあ阪神は。阪神は強い。なんだよね、お前えらい関西とのノリが違ってきた。これはね僕ね何も阪神にこびりそうも何もないんやけど、うん、強い。今年ツーアウトからでもね得点したりね、うん、あの西武でも9回にあって逆転したり、うん、ピッチャーも接戦になったら足も使える、うん、ホームランもある。でピッチャーに先発いい中継ぎもそこそこで、誰か怪我しても代わりに出たやつが活躍するって、ものすごい今周りいいと思いますよ。その対抗馬としてどこを挙げる。じゃあ僕も巨人と思ったんですけど、巨人がやっぱり菅野が終わったこういう状態なんでね、うん、まあ、やっとこう丸と一番の梶谷が帰ってきますけど、後半始まる18日からの3連戦これで3連敗したらもう巨人はなくな終わってもらうと思うんですよ。なあ、だから初戦ってのは絶対巨人取らないとダメだと思うんですよ、うん、で逆にヤクルト僕も最下位予想してたんですけど、うん、あの外国最下位予想してたの。何位ですか。最
高い。そういう感じでよくないですよ。まあ、そうだな。あのオスナと、うん、サンタナ。サンタナ。あのオスナ千葉、あの千葉の試合で、うん、オスナオスナってえらいボロ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 してたけど、あの2人入ってからえらい打線がやっぱり厚みが、厚みがあるな。だから鉄道が打つと勝つな。あと塩見。ああいいね。やっぱり僕ね、塩見とね、江越とか岡、ああいう選手ダブるんですよ。どういうことや。岡と江越は背番号25でしょ。それにもう一つ楽天の田中25でしょ。25で身体能力高いやつものすごく多いんですよ。ものすごい身体能力高いんです。その塩見も一緒でしょ。やっとこう一軍の試合に慣れていたって言うんですか、パンチ力あるから。 あれもどっちかだったら100か0かの選手が100かあかんかっても30とか40の力を出してくれたらなんとかなるじゃないですか。でも出しつつあるよね。そうなんですよ、うん、でやっぱり切り出す席に出してるってことはそれだけゲーム出てるってことじゃないですか、うん、でそこそこいつも残ってきたら今度自信持ってきてできるじゃないですか。だからあれが1番に入ったりして塁に出てね、青木もちょっとやっぱ上向きになってきたし、うん、これは村上がいてあのメンバーいたらそこそこやっぱ打ち合いで勝つじゃないですか。勝つな。で神宮やったらやっぱあの村上がなんかものすごく明るいじゃないですか、うん、まあ、あの勝つためにすごい闘志を燃やすタイプやな。で守備もなりましたね。え、守備上手くなっているね、サードの守備が上手くなってると思います。いや、そしたら何、セリーグは阪神の対抗はヤクルト。ヤクルトがね、阪神弱いんですよ。そう、一勝7敗かなんかな。開幕3立てかまされてちょっと分が悪いんですよ。そうそう、タイガースは横浜スタジアム行ったらやっぱ横浜にも強いからね、うん、やっぱ巨人なんですよ、うん、巨人なんです、タイガース。でも数字を見る限りではそんな差がないんだよね。やっぱ阪神は巨人に勝ち越さないと優勝はないっていうふうな、ある程度そういうな、優勝した時は巨人勝ち越すわけです。まあ目標があるよな。そうなんですよ、やっぱここを叩かないことには上行けへんというね、うん、いや、甲子園の3連戦というのは見ものだけどね。でやっぱあと今年ね、梅野固定してるでしょ、うん、あれも大きいんちゃいます、うん、キャッチャーを変えないというので梅野もやっぱりなんかこうその信頼されてるというふうなことも感じてると思うしね、すごいキャッチャーをやっぱ固定してるのが大きいと思いますよ。俺ね、打順の組み方もあったと思うんだよ、巨人は、はい、今まで、はい、で、スモークが走れないじゃない。で、6番に入ってた。でもスモークね、まあスモークの話また後でしましょうよ。まあ後でね、はいはい、まあそれはいいよ、はい、いやまあ打順の組み方という意味でね、はい、で、まあ6番バッター、まあ例えば佐藤が入ってるよ、はい、で佐藤って足速いじゃん、はいはい、で、そこから出て下位打線が、まああんまり長打のない下位打線がワンヒットで佐藤は帰ってくるけど、スモークは帰ってこれないという。確かにね。だからそれはさ、年間にしたらものすごい点差になってくると思うんだよ。で、あのね、タイガースの匂いはその盗塁数もそうなんですけどね、うん、前の塁行くっていうような姿勢が今年は全然違う。違うな。また中野というのが入ったでしょ、うん、あれが盗塁もまあそうアウトならないし、こっちがいいですよ。いいな。だからこれから左、まあ、近本、中野って並べられると嫌でしょ。嫌だけど、ワンポイントで左が投入しやすくなるよな。でもね、そんなに左をね、苦にしないし、こうぐしゃっていうのはないならあるでしょ、うん、まあな。だからね、あの2人は近本もね、そんなに調子良くないんですけど、うん、あの楽天戦でもいいところでホームランとかね、最後タイムリーって、そうそうそう、誰かがやっぱりね、決めよるんですよ。まあそうだよな。そこがやっぱりね、タイガース強いなと思いますね。まあそうだな。じゃあ他には、あと、まあ、中日の投手陣いいな。よかったですね。よかったけど、はい、俺、服がよく打たれてるの見るんだよね。ちょっと疲れでしょ。疲れだな。去年やっぱりね、初めて会ってバーって投げてよかって、今年やっぱ見ててもちょっと体重そうで腕の振りが鈍ないですか。鈍い鈍い。でも外国人がいるからな、あそこ左の、はいはいはい、名前なんて言ったっけな。ここ大体マルチネスちゃうんですか。違う違う、まあ大体マルチネスでいいか。まあでも左のあのなんていうのが入ったんだよ、はいはい、あれがなんか補っていけそうな気もするけどね。でやっぱりね、あとドラゴンズの木下、うん、あれのやっぱりバッティング、バッティングとね、やっぱ阻止率もいいんだよ、すごく。そう、うん、ほんでやっぱりキャッチャーで今あれだけ長打打てるバッターってそういないじゃないですか、うん、で実質彼なんか去年の後半から出始めて、うん、中日がバッと上向きになってね、今年はある程度そのレギュラーとしてね、ずっと使われてるじゃないですか、うん、やっぱ彼のバットでだいぶ救ってますよ、チーム。でね、俺与田監督が考えてるのは、足の速い選手をできるだけメンバーに入れようっていうふうに考えてるな。高松とか
高松とか滝野とか、ね、だから加藤を取ったじゃん、あれね、うん、でもあれ伊藤監督がロッテで選手じゃないですか、まあ、そうそうそう、だからあれは使えると思ったんだよな。で中日が優勝してる時ってあれだけの広い球場だから外野手の守備力だとか走力だとかものすごく考えたんじゃないの。僕あとね強打、これね強打をねちょっとファウルに落としてから堂上とかね、三ツ俣、まあ、頑張ってやっぱりね短期間かも分かりませんけどああいう選手が上に上がってても堂上も最後のチャンスも必死ですよ、うん、だ結果も出てます、うん、でそういうところで何かみんなにね感じるものを与えたんじゃないかと思うんですよ。いや今までさなんか固定で競争があんまなかったからな、 一番ね決まってるのが強打のショートやったんですよ、うん、そうでしょ、そうだな、あの彼の守備とかどうのこうのと言われてましたけどやっぱりみんな年々彼に求めてるものが高くなってくると、うん、であのバッティングでどうしてもみんなもっと不満やということでこれも例えばあの2人がこのまま活躍したらね強打上がれない可能性もあるわけじゃないですか。あるよ、だからトレード要因になるかもかな。強打のね伊藤さんバッティング見られててどう思われます？まあまずはバットの形状変えるね、太いバットとかそういうことです。太いバットっていうかまずちょっとタイカップ気味にして少し短く持たせるね。だって大体がタイミングが遅れるタイプだから。で今伊藤さんね今言われたように、うん、今の野球界でタイカップ使ってる人ほぼいないでしょ。まあちょっとこう握るとか膨らんでるっていうような感じだけだよ。で今の選手ねああいうタイプの選手でもバッと短く持つことものすごく嫌がるんですよ。それなんでなの？あのねで短く持てるのもね指1本とかね短く持てるのは僕ら一握りなんですまあなそうでしょあのみんなそれは今ねこのフライボール革命とかあって短く持ってもそのしゃあないって言われますけど、うん、まず短く持ったら多少詰まるのが楽になるっていうか、うん、詰まってもなんとかなるっていうふうに人間感じません？感じるよね。それをねドアスイングのやつほどバッと長く持つんですよ、うん、ほら永遠に打てませんよ。まあねで強打の場合言われたようにタイミングが遅いじゃないですか、うん、で絶対初球振るでしょ、うん、でストライクがボールにあるボール絶対振るんですよ、うん、でまず僕の左バッターってじゃあ三遊間にちょっと打つような角度で打たしません？最初練習は、ね、練習はね、うん、そこに打てって練習的に角度的に、ね、もちろんもちろん、そしたら少しボールも長く見れるというふうになったら、うん、追い込まれてるのさっきの福田じゃないけどね、うん、しつこさとか粘りとか出てくると思うんですけど、うん、彼はそれがほぼないんですよ。いやだからどういうタイプのバッターを目指してるかどうかだよね、うん、そうなんですよ。それネオにも言えると思う。